羽生結弦の輝きを継ぐ三浦佳生の未来。皆さんはフィギュアスケート界のレジェンド、羽生結弦選手をご存知ですか彼の華麗なる演技、そして圧倒的な強さ、そして何よりも、表情の芸術で人々を魅了してきたその姿は、多くのスケーターたちの憧れであり、目標となっています。その中でも、羽生選手への強い同型を抱いている若手スケーターの一人が、三浦佳生選手です。 三浦翔選手は2004年生まれの期待の星。まだ重大ながら、その卓越した技術と表現力、そして何より羽生選手へのリスペクトと情熱は、多くのスケートファンを魅了しています。彼の演技には、羽生選手の技術や表現を彷彿とさせるものがあり、時に、小さな羽生と呼ばれることも。しかし、彼のスケーティングは、決して羽生選手の模倣ではありません。 三浦翔選手は、羽生選手への憧れを原動力に、自身の個性と才能を輝かせ、新たな道を切り開こうとしているのです。三浦翔選手が初めて羽生譲る選手の存在を知ったのは、彼がまだ幼い頃でした。テレビで羽生選手の演技を見た瞬間、彼はその美しさ、力強さ、そして表現力に心を奪われました。それは、まるで表情の魔法を見ているような、忘れられない感動でした。 その日から彼は羽生選手を目標に、スケートの世界へと足を踏み入れました。三浦佳生選手は幼い頃から才能を見いだされ、数々の大会で好成績を収めてきました。しかし、彼にとって重要なのは、単に結果を出すことではありませんでした。彼は羽生選手のように、演技を通して観客に感動を与えたい、スケートを通して人々に夢と希望を届けたいと強く願っていました。 彼の努力は実を結び、2022年の全日本フィギュアスケート選手権では、ジュニアながら堂々の3位に。その演技は、観客を魅了し、多くのメディアの注目を集めました。彼のスケーティングは、技術的な完成度だけでなく、羽生選手から受け継いだ表現力、そして自身の持ち味である繊細さと力強さを融合させた、まさに芸術作品と言えるでしょう。しかし、 三浦翔選手の挑戦はまだ始まったばかりです。彼は、羽生選手のように世界で活躍できるスケーターを目指しています。そのためには、さらに技術を磨くことはもちろん、自身の表現力を高め、そして何よりも、羽生選手から受け継いだスケートに対する情熱を燃やし続けなければなりません。三浦翔選手のスケートには、羽生選手へのリスペクトが強く感じられます。彼は 単に羽生選手の技を真似るのではなく、羽生選手のスケーティングから学び、自身のスケーティングに昇華させています。その努力は、彼の演技から伝わってくるのです。彼のスケーティングには、羽生選手のスケーティングに通じるものがある一方で、彼の年齢と経験から生まれた、新たな魅力が光っています。三浦香央選手の演技を見るたびに、私たちは、羽生譲る選手のスケーティングの素晴らしさ、 そして、フィギュアスケートの魅力を改めてて感じますそして三浦佳生選手が羽生選手のように未来のフィギュアスケート界をけん引していく存在になることを期待せずにはいられません。三浦佳生選手のスケーティングは多くのスケートファンを魅了しています。彼の演技を見た人々は彼の技術力、表現力、そして何よりもスケートに対する情熱に心を奪われています。彼は、 まだ若手スケーターですが、すでに多くのファンを獲得し、人気を集めています。三浦佳生選手は、羽生結弦選手のように、多くの人々に感動を与えるスケーターを目指しています。彼のスケーティングは、技術的な完成度だけでなく、羽生選手から受け継いだ表現力、そして自身の持ち味である繊細さと力強さを融合させた、まさに芸術作品と言えるでしょう。彼は、羽生選手のように、 世界でで活躍できるスケータータを目指していますそのためには、さらに技術を磨くことはもちろん、自身の表現力を高め、そして何よりも、羽生選手から受け継いだ、スケートに対する情熱を燃やし続けなければなりません。三浦佳生選手のスケーティングは、私たちに希望を与えてくれます。彼は、羽生結弦選手のように、多くの人々に感動を与えるスケーターになるポテンシャルを秘めています。 彼の未来は、まさに楽しみです。彼のスケーティングは、多くのスケートファンを魅了しています。彼の演技を見た人々は、彼の技術力、表現力、そして何よりも、スケートに対する情熱に心を奪われています。彼は、まだ若手スケーターですが、すでに多くのファンを獲得し、人気を集めています。三浦佳オ選手は、羽生結弦選手のように、 多くの人々に感動を与えるスケーターを目指しています。彼のスケーティングは、技術的な完成度だけでなく、羽生選手から受け継いだ表現力、そして自身の持ち味である繊細さと力強さを融合させた、まさに芸術作品といえるでしょう。彼は、羽生選手のように、世界で活躍できるスケーターを目指しています。そのためには、さらに技術を磨くことはもちろん、自身の表現力を高め、 そして何よりも、羽生選手から受け継いだ、スケートに対する情熱を燃やし続けなければなりません。三浦香選手のスケーティングは、私たちに希望を与えてくれます。彼は、羽生結弦選手のように、多くの人々に感動を与えるスケーターになるポテンシャルを秘めています。彼の未来は、まさに楽しみです。三浦香選手のスケーティングは、私たちに、フィギュアスケートの奥深さ、 そそしててての魅力を改めて感じさせてくれます彼の演技は単なる技術の粋を超え、まるで物語を語るように観客の心を揺さぶります。彼のスケーティングは私たちに夢と希望を与えてくれます。彼はまだ若いですが、すでに多くのスケートファンを魅了しています。彼の未来はまさに楽しみです。私たちは三浦佳生選手の今後の活躍を期待しています。 彼は、羽生結弦選手のように、フィギュアスケート界をけん引する存在になるポテンシャルを秘めています。彼のスケーティングを通して、私たちは、フィギュアスケートの新たな時代を目撃するかもしれません。彼のスケーティングは、私たちに、フィギュアスケートの楽しさ、そしてその美しさを教えてくれます。彼の演技を見るたびに、私たちは、フィギュアスケートの魅力に改めて気づかされます。私たちは、 三浦選手の今後の活躍を期待しています。彼は、羽生結弦選手のように、多くの人々に感動を与えるスケーターになるでしょう。彼のスケーティングは、私たちに、夢と希望を与えてくれます。三浦翔選手のスケーティングは、私たちに、フィギュアスケートの楽しさ、そしてその美しさを教えてくれます。彼の演技を見るたびに、私たちは、フィギュアスケートの魅力に改めて気づかされます。 私たちは三浦璃生選手の今後の活躍を期待しています。彼は、羽生結弦選手のように、多くの人々に感動を与えるスケーターになるでしょう。彼のスケーティングは、私たちに、夢と希望を与えてくれます。しかし、三浦璃生選手の挑戦は、決して楽ではありません。彼は、羽生結弦選手の背中を追いかけるだけでなく、自身の道を切り開き、 新たな時代を築き上げるという大きな課題に立ち向かっています。フィギュアスケートの世界は常に進化しています。新しい技術が生まれ、表現方法も多様化しています。三浦カオ選手はそのような変化の激しい世界の中で自分のスタイルを確立し、観客を魅了し続ける必要があります。そのためには彼は常に努力し、進化し続けなければなりません。 新しい技術に挑戦し、表現力を高め、そして何よりも、スケートに対する情熱を燃やし続けなければなりません。三浦佳生選手は、羽生結弦選手から多くのことを学びました。しかし、彼は、単に羽生選手を模倣するのではなく、自身の才能と個性を開花させ、新たな道を切り開くことを目指しています。彼は、羽生結弦選手のように、フィギュアスケート界の頂点を目指しています。 しかし、彼の目標は、単に頂点に立つことではありません。彼は、フィギュアスケートを通して、多くの人々に感動を与えたい、夢と希望を届けたいと強く願っています。三浦香生選手のスケーティングは、私たちに、フィギュアスケートの未来を感じさせてくれます。彼は、羽生結弦選手のように、多くの人々に感動を与えるスケーターになるポテンシャルを秘めています。彼のスケーティングは、 私たちに夢と希望を与えてくれます私たちは三浦佳生選手の今後の活躍を期待しています。彼はフィギュアスケート界の新たなスターとして世界中の人々を魅了するでしょう。彼のスケーティングは私たちにフィギュアスケートの素晴らしさそしてその可能性を教えてくれます。彼のスケーティングは私たちにフィギュアスケートの楽しさそしてその美しさを教えてくれます。 彼の演技を見るたびに私たちはフィギュアスケートの魅力に改めて気づかされます。私たちは三浦カオ選手の今後の活躍を期待しています。彼は羽生結弦選手のように多くの人々に感動を与えるスケーターになるでしょう。彼のスケーティングは私たちに夢と希望を与えてくれます。